コロラドスプリングスは、アメリカ合衆国コロラド州中南部に位置する都市。エルパソ郡の群都である。ロッキー山脈のパイクスピーク登録、州とデンバーの南約 100km に位置する。504平方キロメートルの地域を有し、コロラド州内の都市では、最も広い。人口は478,961人で、デンバーに次ぐコロラド州、第二の都市である。 西に隣接するテラー軍の2郡にまたがる都市圏は75万5105人の人口を抱えている。より広域的にはコロラドスプリングスは北はワイオミング州のシュートシャイアンから南はプエブロまで週間高速道路25号線に沿って広がるフロントレンジ都市回廊に含まれている。コロラドシティのエルパソ郡軍庁舎ト教のコロラドスプリングスがあるこの地には ヨーロッパ人の入植以前には、ネイティブアメリカンのユート族、アラッパホ族、およびシャイアン族が住み着いていた。やがて1803年、ルイジアナバイ州でこの地は、アメリカ合衆国の国土に組み入れられた。その後、この地は1854年に、カンザスジュン州に属した。1859年、パイクスピークのゴールドラッシュの最中に、この地に、 初めての入植地となるコロラドシティが甲府たちの野営地として創設された。同年10月にはこの地は非公式のジェファーソン巡州に組み入れられ、同年11月にはジェファーソン巡州の軍の一つとして創設されたエルパソ軍に含められた。1861年カンザスの州小閣の後コロラド巡州が創設されるとその最初の巡州都が コロラドシティに置かれた。しかし、コロラドシティの準州都としての地位は長くは保たず、翌1862年には、投票により、準州都が、ゴールデンシティに移された。1871年、コロラドスプリングス会社は、コロラドシティの上流にイラフォント、下流にファウンテンコロニーの街をそれぞれ区画した。翌1872年、ファウンテンコロニーは、 コロラドスプリングスという名に改められ、正式に法人化された。そのさらに翌年、1873年には、エルパソ軍の軍長が、コロラドシティからコロラドスプリングスに移された。1880年12月1日には、最初の合併が行われ、コロラドスプリングスの長域が北に少し広がった。1889から90年にも、シーベーズアディション。 ウェストコロラドスプリングス、イーストエンド、およびノースエンドを相次いで合併した。ブロードムーアカジノ1891年、ブロードムーア土地会社は、ブロードムーアカジノを含む、ブロードムーア地区を郊外に開発した。1895年には、コロラドスプリングスは4カ所の鉱物取引所を有し、275人の鉱物ブローカーを抱えていた。1898年には、 南北に通るカスケードアベニュー、及び東西に通るワシントン、パイクスピークアベニューを境に、市を北西、北東、南西、南東の4つに分ける地域区分が作られた。1899から1901年にかけては、ノブヒル地区にニコラテスラの研究所が置かれた。1917年には、コロラドシティがコロラドスプリングスに合併された。 1919年には、ブロードムーアの近隣にあった、飛行場に航空機の便が就航した。1925年には、市の北にアレクサンダー空港が開港した。その翌々年、1927年には、市の東にコロラドスプリングス市営空港が開港した。1942年12月、陸軍航空軍は、 コロラドスプリングス市営空港の北に隣接する土地をリースし、ピーターソン飛行場を設置した。この他にも、第二次世界大戦中、コロラドスプリングスとその周辺には、いくつもの軍関連施設が置かれた。第二次世界大戦終了後の1950年11月、航空防衛軍団は、冷戦の司令部を、遠徳軍基地と定めた。ピーターソン飛行場は、 第二次世界大戦終結と共に一端は休止されたが、1951年にピーターソン空軍基地として再開した。1954年には空軍士官学校が開校した。その後も北アメリカ航空宇宙防衛司令部の本部が置かれるなど、1970年代に至るまでコロラドスプリングスとその周辺地域における空軍の存在は大きなものとなっていった。 1983年には、ピーターソン空軍基地の東に、ファルコン空軍基地が設置された。1965から68年にかけて、コロラドスプリングスとその近隣には、コロラド大学コロラドスプリングス校、パイクスピークコミュニティカレッジ、及び、コロラドテクニカル大学が相次いで開校した。1971年には、コロラドスプリングスで、 リバタリアン等が決闘した。1977年には、その前年に閉鎖した、エント空軍基地の跡地に、アメリカ合衆国オリンピックトレーニングセンターが、開設された。翌1978年には、アメリカ合衆国オリンピック委員会の本部が、コロラドスプリングスに移転してきた。九百八十から二千年代にかけては、コロラドスプリングスは、ブロードムーア、 ブライアーゲート、スタッドソンヒルズ、バニングルイスランチ、コロラドセンターなど、大規模な合併を繰り返し、州内最大の地域面積を有する市になった。パイクスピーク山頂よりコロラドスプリングスを望む、コロラドスプリングスは、北緯38度50分14秒、整形104度49分21秒。 北十38.83722度西形104.82250度、38.83722-104.82250 38. に位置している。州都デンバーからは南へ約 100km に位置する。西にはパイクスピークを含むロッキー山脈の山々が、また北にはプラット川水系とアーカンザス川水系を分かつパーマー分水嶺が、それぞれ連なり、 はるか東には、グレートプレーンズが、南高のファウンテンから、南、プエブロ方面には、高地砂漠が広がる。市の標高は場所によって差があるが、市中心部では1839メートルで、マイル、ハイ、シティとして知られるデンバーよりも、約230メートル高い。コロラドスプリングス都市圏アメリカ、合衆国国勢調査局によると、 コロラドスプリングス市は総面積505.33平方キロメートルである。そのうち504.38平方キロメートルが陸地で0.95平方キロメートルが水域である。総面積の0.19%が水域となっている。都市圏はエルパソ郡及びその西に隣接するテラー郡の2郡にまたがり、 その面積は6952平方キロメートルである。コロラドスプリングスは公園や自転車道、都市中心部の開放空間など近代的な都市的地域の恩恵を受ける一方で交通渋滞、犯罪、スプロール化、財政といった都市問題とも無縁ではない。こういった問題は1990年代以降の コロラドスプリングスにおける急激な人口増加に直接的または間接的に起因しており将来的には17万5000人を抱えうるバニングルイス牧場跡地の開発に伴ってさらに大きくなりうるコロラドスプリングスの気候は日中は暑いが夜は涼しくなる夏と乾燥して日中は穏やかなものの夜は冷え込みの厳しい冬に特徴づけられ 気温の年格差と比較差のともに大きい、高山性の気候となっている。最も暑い7月の最高気温の平均は、約摂氏29度に達し、平年で月の約1、4は日中摂氏32度を超えるが、最低気温は平均摂氏13度まで下がり、平均気温は、約摂氏22度である。最も寒い12月の平均気温は、氷点下摂氏1度、 最低気温の平均は、氷点下摂氏8.5度で、ほぼ毎日気温が、氷点下に下がるが、日中は、標高の割には暖かく、摂氏6度程度まで上がる。降水量は、夏季の5月から8月にかけては多く、月間50から80ミリメートル程度である。冬季の11月から2月にかけては少なく、月間7から10ミリメートル程度である。春季。 周期には月間25から35ミリメートル程度である。年間降水量は410ミリメートル程度である。また、冬季の11月から4月にかけての月間降雪量は12から20センチメートル。年間降雪量は95センチメートルに達する。ロッキー山脈のすぐ東という立地条件からコロラドスプリングスは、 山から吹き下ろす温暖なチぬうく風や冷涼なボラ風の影響を受け天気が変わりやすい。コロラドスプリングスでは快晴が年間1020日、晴れが年間127日で年の2、3は快晴か晴れということになる。しかしコロラドスプリングスは特に北アメリカモンスーンの影響下に入る7から8月を中心に午後に短時間の雷雨に見舞われやすい。 ニコラテスラは、これを、地の利と捉えて、この地に、自身の電気研究所を建てた。欠片の気候区分では、コロラドスプリングスは、ステップ気候に属する。ウェルズファーゴタワーと、アントラーズヒルトンホテルコロラドスプリングスの、ダウンタウンは、アーカンザス側の支流である、モニュメントクリークの東岸に形成されている。市の人口の割にはダウンタウンに、 高層建築物は少なく、またその高さも、最も高いウェルズファーゴタワーでも15階建て、75.3メートルに、とどまる。ダウンタウンに立地する、その他の高層建築物としては、コロラドスクエア、ファーストバンクビルディング、アントラーズ、ヒルトンホテル等が挙げられる。コロラドスプリングスの街路は、ダウンタウンとその近隣でこそ、整然と区画されているが、 地形が起伏に富んでいることもあって、周焉部では入り組んでいる。東西に通る通りは、カスケードアベニューを境に、東と西に分かれている。一方、南北に通る通りは、パイクスピークアベニューを境に、南と北に分かれている。また、ダウンタウンの西、オールド・コロラドシティ地区では、街路は、おおむね整然と区画されてはいるが、ダウンタウンとは異なり、 多くの通りが北西南東方向と北東南西方向に通っている。オールドコロラドシティで北東南西に通る通りにはセブンスストリートからサンシックス,スストリートまで数字がついており、北西南東に通るパイクスピークアベニューを境に北東が N、南西が S に分かれている。パイクスピークを背にしたコロラドスプリングスのスカイラインエルパソ群司法庁舎。 コロラドスプリングス市長者コロラドスプリングス最初の市憲証は1909年に採択された。当時は市長制をとっており、市の立法機関である市議会は4人の議員からなっていた。市長は市の行政の最高責任者であり、市議会の議決に対して拒否権を有していたが、市議会が4人全会一致で賛成した場合は、その拒否権を覆すことができた。 やがて1920年、市は、シティマネージャー制に移行し、全市から選出された9人の市議員の中から議長、及び副議長を選出し、その議長を市長とした。この制度の下では、市議会に雇われた、シティマネージャーが、市の行政の最高責任者となり、市長の権限は緊急時を除いて、極めて限られ、拒否権も有しなかった。 その後90年間にわたって、コロラドスプリングス市政府は、シティマネージャー制を取っていたが、2010年11月2日、住民投票によって、市長制が復古し、副市長とシティマネージャーを廃止し、市長が再び市の行政の最高責任者となった。市議会は9人の議員からなっている。9人の市議員のうち、6人は市を6つに分けた。 選挙局から一人ずつ選出され、残り三人が全種から選出される。市長は市議員とは別に全種から選出される。市長、市議員とも任期は4年であり、連続多選は原則として2期までに制限されている。ただし、連続2期務めても、その直後の期を務めることはできないが、1期置いて再度、務めることは許されている。 前述の通り、市長は、市の行政の最高責任者であり、市政府職員の人事や、指揮監督、財政状況の報告等に責任を負う。また、市長は、市議会の可決した条例案に対し拒否権を行使することができる。ただし、拒否権によって、市議会に条例案が差し戻された後、当該条例案が2、3以上の賛成を得た場合、 拒否権は覆され、条例案は採択される。コロラドスプリングス市庁舎は、近郊のクリップルクリークの近郊開発で財を成した、ウィンフィールド、スコット・ストラットンが、市に寄付した土地に、1904年に建てられたものである。ダウンタウンのネバダーベニューと、キオアストリートの北東角に立つ、このクラシカル、リバイバル様式の庁舎は、2002年に、 国家歴史登録罪に登録された。コロラド州法修正第64条により、2014年、コロラド州は、全米で、初めて、娯楽目的での大麻販売を合法化した。しかし、軍域内、市域内において、娯楽目的での大麻販売を実際に許可するか、田舎は、各軍や市に任されており、許可しない軍や、市も多い。コロラドスプリングスにおいても、 娯楽目的での大麻販売は許可されておらず、医療目的での販売のみを認可制としている。なお、西隣のマニトウスプリングスでは、娯楽目的の大麻が2店舗で販売されている。コロラドスプリングスの地域経済は主に軍需産業、ハイテク産業、および観光業によって支えられている。また、サービス業も成長してきている。 ピーターソン空軍基地軍需産業はコロラドスプリングスの地域経済において大きな役割を果たしており主要な雇用源にもなっている。コロラドスプリングスにおける軍需産業の中でも特にそのようとなっているのは様々なミサイル防衛プロジェクトの開発及び運用に関するものである。軍需と密接に結びついて航空宇宙産業も コロラドスプリングスの地域経済に影響を与えている。コロラドスプリングスに拠点を置く、軍需企業としては、ボーイング、ジェネラルダイナミクス、ハリスコーポレーション、サイエンスアプリケーションズインターナショナルコーポレーション、ITT コーポレーション、L-3 コミュニケーションズ、ロッキード・マーティン、ノースロップ・グラマン等が挙げられる。宇宙財団の本部は、コロラドスプリングスに置かれている。また、 コロラドスプリングス及びその周辺には以下の軍事基地が置かれている。空軍士官学校や蒸気軍事基地等の存在からコロラドスプリングスは軍事上重要な拠点とみなされており2013年4月に発表された北朝鮮のプロパガンダビデオでは同国の大陸間弾道ミサイル KN-08 の目標としてワシントン DC、ロサンゼルス及び ホノルルと共に、コロラドスプリングスが挙げられている。しかし、このビデオにおいて、コロラドスプリングスとして示されている場所は、南東に1500キロメートル以上離れたルイジアナ州、シュリーブポート近郊であり、ワシントンポスト市の記事でも、そのことが揶揄されている。2000年代前半に大きく縮退したとはいえ、ハイテク産業は、コロラドスプリングスの地域経済において、 軍需産業に次ぐ柱になっている。コロラドスプリングスに拠点を置く、ハイテク企業としては、ベライゾンコミュニケーションズ、ヒューレットパッカード、アジレントテクノロジー、ブロードコム、マイクロチップテクノロジー、サイプレスセミコンダクター等が挙げられる。また、スニアの技術センターはコロラドスプリングスに置かれている。ブロードムーアホテルロッキー山脈。 パイクスピークの登録という立地から1871年に鉄道が開通するとすぐにコロラドスプリングスは人気の高い観光地となった。19世紀末から20世紀初頭にかけてはシャイアン山麓のブロードムーアなどリゾート開発が進んだ。他にも継承地となっている神々の庭や空軍士官学校、アメリカ貨幣学協会貨幣博物館、 シャイアンマウンテン動物園、コロラドスプリングス美術、センター、オールド、コロラドシティ、アメリカ合衆国オリンピックトレーニングセンターなど、コロラドスプリングスの名所の数は55以上を数える。21世紀に入っても、コロラドスプリングスの地域経済において、観光業は、軍需産業、ハイテク産業に次ぐ、第三の柱となっている。2016年には、 コロラドスプリングスを中心とするパイクスピーク地域において観光業がもたらした経済効果は14億4800万ドルに上った。コロラドスプリングス市営空港コロラドスプリングスの玄関口となる空港はダウンタウンの南東約11キロメートルに立地するコロラドスプリングス市営空港である。同空港にはデルタ航空、ユナイテッド航空、 アメリカン航空の三大航空会社のほか、アレジアントエアによるラスベガスからの便、及びフロンティア航空による10都市以上からの便が、就航している。週間高速道路 I-25 は、ダウンタウンのすぐ西を通っている。I-25 は、南北の幹線で、南へは、プエブロ、サンタフェ、アルバカーキ方面へ、北へは、デンバー、フォートコリンズ、 シャイアン方面へと通ずる。州の人口の8割以上が集中するフロントレンジ都市回廊を従官するコロラド州では最も重要な道路である。コロラドスプリングスには環状道路はないが、首都部を南北に通る修道21号線がバイパスとしての役割を果たしている。MMT の路線バスダウンタウンにはグレーハウンドのバスディーポがあり、デンバーとダラス方面。 エルパソ方面、および、ニューメキシコ州ラトンのアムトラック駅を結ぶ便が、停車する。また、コロラド州交通局は、デンバーとコロラドスプリングスとの間に、バスタングというバスを走らせている。なお、コロラドスプリングスには、アムトラックの駅はないが、グレーハウンドのバスが、デンバーのユニオン駅で、カリフォルニアゼファー号に、また、ラトンのアムトラック駅で、 サウスウェストチーフ号にそれぞれ接続する。市内の公共交通機関としては、マウンテンメトロポリタン交通局によって、路線バスが運行されている。同局の路線バス網は27系統を有し、コロラドスプリングス市内、および西隣のマニトースプリングスをカバーしている。空軍士官学校空軍士官学校は、コロラドスプリングスのダウンタウンから北へ。 約2 2トル地域の北に隣接して立地し、18,500エーカーのキャンパスを構えている。同校は、ウェストポイントの陸軍士官学校、アナポリスの海軍兵学校と並ぶアメリカ合衆国、三大士官学校の一つで、空軍のリーダーとしてふさわしい士官となる、要候補生を教育及び訓練することを使命とし、約4,000人の士官候補生を抱えている。 学業面では、同校は31の専攻プログラムを提供しており、特に航空宇宙工学、電気、電子工学、機械工学の分野に特に強みを持っている。同校は、学生体教授の日は8、1、平均的なクラスサイズは19人という、リベラルアーツカレッジ並みの少人数制教育を行っている。また、同校のスポーツチーム、ファルコンズは、 陸軍士官学校のブラックナイツ、海軍兵学校のミッドシップメント、同様 NCWA d ビジョンアイに属しており、一部の競技を除いてマウンテンウエストカンファレンスに所属している。コロラドカレッジコロラドカレッジはダウンタウンのすぐ北に90エーカーのキャンパスを構えている。同学はデンバーンリオグランデ鉄道の創業者、またコロラドスプリングスの創設者である。 南北戦争の大役軍人、ウィリアム・ジャクソン・パーマー将軍が用地と資金を提供し、1874年に創立した私立のリベラルアーツカレッジである。道学は80以上の専攻、副専攻、及び学際的なテーマ副専攻プログラムを提供している。道学の特徴としては、1970年に導入したブロックプランが挙げられる。 これは、1セメスターを4つのブロックに分け、3週間半に、わたる1ブロックでは1科目だけを、集中的に学ぶというものである。このブロックプランのもと、同学の学生は1セメスターで4科目、1年で8科目、4年間で32科目を学ぶことになる。コロラドカレッジは、US ニュースワールドレポートの大学ランキングでは、 全米のリベラルアーツカレッジの中で常に25位内に入る評価を受けている。コロラド大学コロラドスプリングス校、コロラド大学コロラドスプリングス校はダウンタウンから北へ約8キロメートルノースイーストコロラドスプリングス地区に550エーカーのキャンパスを構えている。同校はボールダーの本校及びデンバー校とともに コロラド大学システムをなす、州立総合大学で、約1万2000人の学生を抱えている。同校は6つの学部を有し、学部45、大学院修士課程22、及び、博士課程5つの専攻プログラムを提供している。コロラド大学コロラドスプリングス校は、US ニュースワールドレポートの大学ランキングでは、西部の 地方区の大学の中で50位以内に入る評価を受けている。コロラドスプリングスにおける K12 課ほどは市中心部を管轄するコロラドスプリングス第11学区をはじめ複数の学区の管轄下にある公立学校によって主に支えられている。以下の学区がコロラドスプリングスの地域をその管轄区域に含んでいる。コロラドスプリングス開拓者博物館 コロラドスプリングス開拓者博物館は、ダウンタウンのアラモスクエアパークに立地している。同館は1903年に建てられた旧エルパソ軍庁舎を改修し、博物館に転用したものである。同館は、キルトや陶芸等の芸術作品、ユート族、シャイアン族、及びアラパホ族の文化に関する事物、市の歴史に関する事物など、約6万点を収蔵し、 展示している。また、同館の建物である旧エルパソ軍庁舎は、1972年に国家歴史登録財に登録されている。コロラドスプリングス美術、センターコロラドスプリングス美術センターは、コロラドカレッジのキャンパス内に立地する。同センターは1936年に建てられた、アールデコ様式の建物で、美術館、劇場、 芸術教室を兼ねる複合芸術センターである。美術館は、ネイティブアメリカンや中南米の作品、特に成人を題材とした作品を注力して、収蔵し、常設展示している。また、壁画や彫刻も、同館の常設展示品である。劇場は400席のサガジシアターと108席の音楽室を有し、美術センター劇団による演劇の公演のほか コンサートや映画祭、ダンスの公演等にも用いられている。また、同センターのベミス芸術学校は、幅広い年代、技能レベルに対応する芸術教室を開いているほか、3から5年生を対象とした芸術のギフテッド、教育も行っている。コロラドスプリングス美術センターは、1986年に国家歴史登録罪に登録されている。 このコロラドスプリングス美術センターの東隣にはアメリカ貨幣学協会の貨幣博物館が立地する。市南西部ブロードムーアの北東には世界フィギュアスケート伝道とその博物館が立地している。また、市北部にはプロロデオカウボーイ協会の本部があり、プロロデオ伝道とその博物館が立地する。アメリカ合衆国オリンピック委員会本部と トレーニングセンターコロラドスプリングスには、アメリカ合衆国オリンピック委員会、アメリカ合衆国パラリンピック委員会、アメリカ合衆国オリンピックトレーニングセンターのほか、20種目以上のオリンピック競技連盟、及び50種目以上の競技連盟が本部を置いており、オリンピックシティ USA と呼ばれている。とりわけ、フィギュアスケートとの関わりは深く、 前述の世界フィギュアスケート伝道が置かれているほか、これまでに全米選手権を6回、及び世界選手権を5回開催している。また、コロラドスプリングスに本拠を置く、ブロードムアスケーティングクラブは、オリンピックや世界選手権をはじめとする、国際大会への出場選手を輩出している。毎年6月の最終日曜日には、パイクスピーク、 インターナショナルヒルクライムという4輪自動車及び2輪自動車のレースが行われる。1916年に始まったこのレースはパイクスピークの頂上へと達するパイクスピーク有料道路を用いた1 9 9 9トルのコースで行われ標高差1 4 4 0ルを駆け上がるものである。コースとなっているパイクスピーク有料道路は2012年に全線。 補装完了したが、それまでは、頂上近くが未舗装であった。コロラドスプリングスには北米四大プロスポーツリーグのチームは置かれていないが、カブリーグのチームは置かれている。野球のコロラドスプリングススカイソックスは、ミルウォーキーブルワーズ参加のトリプル A 級マイナーリーグのチームで、パシフィックコーストリーグに参加している。また、サッカーのコロラドスプリングススイッチバックス FC は、 US セルに参加している。また、コロラドスプリングスには、NCWA ディビジョン I のマウンテンウェスト、カンファレンスの本部が置かれている。1999年に結成された、このカンファレンスには、空軍士官学校のほとんどのスポーツチーム、及びコロラドカレッジの女子サッカーチームも所属している。神々の庭市内には、大小150以上の公園があり、 その総面積は9000エーカーを超える。また、市内の都市遊歩道の総延長は105マイル、公園遊歩道の総延長は160マイルに上る。市内に数ある公園の中でも、とりわけ著名なのが、ダウンタウンの北西約7キロメートルに位置する、神々の庭である。道園は、全米で最高、世界でも、有数の公園として挙げられている。道園には、 全米五十州を呼び、世界六十カ国以上から、年間二百万人の観光客が訪れる。同園は、もともとは、市の創設者、ウィリアム・ジャクソン・パーマーの友人であった、チャールズ・エリオット・パーキングの購入した土地であったが、パーキンスの死後、その子によって1909年、市に寄贈されたものであった。神々の庭という名前自体は、1859年に、 この地を訪れた測量者の一団によって付けられたものであった。1300エーカーを超える広さの園内には、いくつもの赤い砂岩の奇岩解析がそそり立っている。これらの奇岩解析の数々は、数百万年前に土地の隆起と侵食によって形成されたものである。園内には遊歩道が整備されており、ハイキングのほか、マウンテンバイクや乗馬でも回ることができる。また、 園内の祈願解析を登ることも登録制で許可されている。神々の庭は1971年に国定自然ランドマークに登録されている。総延長100マイルを超える都市遊歩道はティアー1から3に区分されている。ティアー1は本線となる最も高規格な遊歩道である。ティアー2はティアー1の支線となる遊歩道である。ティアー3は ティアーによりも小規模で、舗装されていない、自然のままの細い道も含まれる。ビブリカ本部フォーカス・オン・ザ・ファミリーの、ウェルカム・センター・コロラド・スプリングスは、宗教都市としての側面も持っている。カトリックは、コロラド州中部、東部を管轄する、コロラド・スプリングス市教区を置いており、その市教座制度であるセント・メアリーズ大聖堂は、ダウンタウンに立地している。 新国裁判聖書の著作権者であるビブリカや、福音派プロテスタント系学校の教会である、キリスト教学校国際教会、貧困の中で暮らす、子供のキリスト教系、スポンサーシップである、コンパッションインターナショナルは、コロラドスプリングスに本部を置いている。また、クリスチャンミッショナリー・アライアンスや、フォーカス・オン・ザ・ファミリー、メガチャーチのニューライフ・チャーチも、 コロラドスプリングスに本部を置いている。この他にも、コロラドスプリングスには最も多い時で81の宗教団体が本部を置いており、コロラドスプリングスは、福音派のバチカンと呼ばれている。コロラドスプリングスの都市圏を形成する、各軍の人口は以下の通りである以下に、コロラドスプリングス市における1880年から2020年までの、 人口推移をグラフ及び表で示す。キルギスマナス空軍基地にて、コロラドスプリングス市長、ライオネル・リベラへの手土産を、アメリカ合衆国空軍少調査、スコット・サッコーに手渡す。ビシュケク市長、アース・タンベックの 5F コロラドスプリングスは、以下7都市と、姉妹都市提携を結んでいる。ありがとうございます。